おはよう、ミスター・ピン。おはようございます、ミスター・ボンド。私にどういったご用件でしょうか。中国の諜報部員がイスタンブールの運び屋に連絡した理由を知りたい。イギリスの諜報部員と同じ理由からかもしれませんね。目的は同じだと。明日の夜、バンコクの水族館にあなた一人でおいでください。でなければ身の安全は保証できません。面白い。同じことを言おうと思っていたところだ。ボンドだ。こんばんは、ミスター・ボンド。どこにいる？すぐにお会いできますが、その前にやっていただきたいことがあるのです。私たちの安全のために。何をすればいい？この水族館にはどうやら録音装置が仕掛けられているようです。この会話を聞かれては困るということだな。装置を見つけて使えないようにしてください。当水族館は間もなく閉館します。最寄りの出口よりお帰りください。終わったぞ。これで大丈夫だ。わかりました。では1階のクジラの水槽の前で会いましょう。ピン、君がピンか？ミスター・ボンド、クジラについてはどの程度ご存知で？さあな、水族館に置くべきではないことと、飲み込まれたくないということぐらい。世界最大の国、中国で暮らすのもそういう感覚ですよ。現在中国の人口は13億人です、ミスター・ボンド。13億人ですよ。それだけの衣、食、住の必要が毎日、毎週、365日間。その数字は分かってる。ですが、その意味までは分かっていない。というと？我々は西洋より知性や技術が劣っているわけではありません。あなたたちがまだ洞窟で暮らしていた頃、火薬も通貨も発明していたのです。ですが、どんな社会にも、不正を働く輩がいます。自分の利益のために盗みを働くような連中です。では産業スパイの件は？誘拐と殺しを指示したのはお前の国の人間なのか？もっと悪い相手です。傭兵組織ですよ。最重要機密の危険な技術を盗み高値で売り飛ばす組織。政治や思想のためではありません。目的は金、力、そして世界を混乱させること。具体的に言え。本拠地は我々がジュネーブで探っていた男です。見覚えは？
いや。ラクという男です。モンゴル北部、ロシアと中国国境の紛争地帯に生まれたせいで、そのどちらにも愛国心を持っていません。スイスに銀行口座と愛人を持ち、バンコクを拠点にしている。犯罪あるところ彼の影があります。はじめは彼が全ての仲介役だと思っていました。スナイパーを配置につけろ。俺は撤収する。撃つんだ。